アウトバーン6はドイツの高速道路アウトバーンの一路線である。西のフランス国境ザールブリュッケン付近から東のチェコ国境バイトハウス付近までドイツ南部を横断し4 8 4トルの路線を持つ主要道路である。フランスの首都パリとチェコの首都プラハを結ぶ国際道路のドイツ区間でもある。ザールラン州を横断し州都 ザールブリュッケンを経由した後、ノインキルヒエン付近で A8 と交差する。ラインラントプファルツ州南部の横断した後、バーデンビュルテンベルク州とヘッセン州の宗教付近で、皇帝を東西から南北に変え、A5 に沿う。ハイデルベルク南部付近で A5 と交差した後、皇帝を再び東西に変え、バーデンビュルテンベルク州とバイエルン州のそれぞれの 北部を国境まで横断する。ホイヒトバンゲン付近で A7 と、ニュルンベルク付近で A3 と A9 と交差する。その後、オーバーアップファルツ地方を横断し、バイトハウス付近でチェコに入る。なお、シュベービッシュハル付近に185メートルの高さで、ドイツの最も高い渓谷横断橋が本線にある。ニュルンベルクとプラハを結ぶ道は14世紀に変わる4世により、 帝国道路として指定された。現在の A6 はこの旧帝国道路に沿うため、ニュルンベルクより東の区間はプラハマでビア・キャロライナと称されることがある。なお、これは A6 だけでなく連邦道路14号線も同じ歴史的な道路に沿うため、そう呼ばれることがある。現在の A6 の最も古い区間はフィルンハイム JCT からマンハイム JCT までの区間で、 ハンブルク・フランクフルト・バーゼル線の一部として1935年に開通された。その後、フィルンハイム JCT より西の区間の建設が始まった。1940年12月にライン川をまたがる建設中の橋が崩壊した。この事故で工事作業員30人が殉職した。その後、第二次世界大戦の影響もあり、工事が停止された。 当該の橋は1953年に完成された。カイザースラウテルン付近の区間は1936年に開通された。これはラントシュトゥールからフランケンタールまでの区間において最も古い部分である。当該区間は1941年に全線開通された。第二次世界大戦においてラントシュトゥールとカイザースラウテルンの間の区間の一部は ドイツ空軍の飛行場として再整備された。この飛行場は敗戦後米軍が利用することになり、現在のラムシュタイン米軍基地構内にある。そのため、アウトバーンは1950年代前半に新たな路線で再建された。1955年まではこのアウトバーンをフランスの保護領であったザールラントの国境付近まで建設した。 ハイルブロンとニュルンベルクを結ぶ区間は1935年から計画された。建設は1938年に始まったが、1941年から戦争のため停止された。工事の停止までシュバーバッハとニュルンベルクの間の部分だけ完成された。ザールラントが1957年にドイツの州になってから A6 の同州を横断する区間の建設が始まった。 フランスの国境までの区間は1969年に開通され A6 を国際道路にした。なお、ザールブリュ県より東の区間は1963年にすでに開通された。マンハイムからハイルブロンまでの区間は1960年代に建設された。ホッケンハイム付近に A6 がホッケンハイムリンクと交差するようになった。そのため、 このサーキットを改修する必要になった。改修は1966年に完成し、A6 は現在サーキットのすぐ隣を走る。ハイルブロンからシュバーバフハまでの区間の建設は1966年から再開された。当該路線の最も難しいとされた問題点は、コフハヤ川とヤークスト川の渓谷を横断することであった。 コッハータールブリュッケの完成で、該当区間は1979年に開通された。1970年代にニュルンベルクより東の区間の建設も推進された。1979年までニュルンベルクとアンベルクを結ぶ区間が完成。アンベルクより東の区間は1997年から建設された。1999年に バイトハウスから国境までの部分が開通された。その後、オーバープファルツ JCT までの区間は2005年に開通され A93 をチェコと結ぶ路線となった。アンベルクからオーバープファルツ JCT までの区間は2004年6月から建設され2008年9月10日に開通された。ありがとうございます。